小田急1万系電車。小田急1万系電車、小田急1万型電車は、1987年から2012年まで、小田急電鉄、小田急が運用していた、特急用車両、ロマンスカーである。小田急開業60周年を記念して1987年に登場した特急車両で、前後の展望席以外の客室を高床化した車両である。HiSEという愛称が設定され、1988年には、鉄道友の会より、ブルーリボン賞を授された。1991年に2万系、SU車が登場するまでと、2002年から2005年に5万系、ファシア車が登場するまでは、特急ロマンスカーのイメージリーダーとして扱われてきたが、バリアフリー対応が困難なことから、ファシア車の登場後は、淘汰が開始され、2012年3月のダイヤ改正をもって営業運転を終了した。廃車後、一部の車両が長野電鉄に譲渡され、同社の1000系となった。小田急では、編成表記の際には、新宿方先頭車両の車両番号、新宿方の車号、両数という表記を使用しているため、本項もそれに倣い、特定の編成を表記する際には、14111のように記する。また、初代3000型は SE 車、3100型はANSE車、7000型はLUS車、本形式1万型はHiSE車、2万型はSU車、3万型はEEKC車、5万型はファシア車、箱根登山鉄道箱根湯本駅へ乗り入れる特急列車については、箱根特急と表記する。LUS車の増備は1980年から1983年にかけて4編成で終了していたが、1987年は小田急の開業60周年となることから、これを記念すべく新型特急車両を増備することになった。この当時、観光バスなども高床車、ハイデッカーが導入されており、他鉄道事業者の車両においても高床、ハイデッキ構造の観光用車両が登場していた。また、この時期におけるレジャーの傾向は多様化が進んでおり、ゆとり以外に一味違ったものが求められていた。これらの要求に対応するために、前面展望席や連接構造はANSE車、LUS車から踏襲する一方、展望席以外の乗客も車窓の眺望を楽しめるように高床構造とした上で、車両内外ともにカラーリングを変更し、イメージの一新を図って登場したのが、HiSE車である。形式は1万型と、小田急では初めて5桁の形式番号、車両番号を有する車両となった。本節では、登場当時の使用を基本として、増備途上での変更点を個別に記述する。HiSE車は11両連節の固定編成で、形式は、先頭車が制御電動車のデハ1万型で、中間車は両端とも、付随台車となっている車両が、付随車の左派1万系。それ以外の中間車が電動車のデハ1万系である。編成については、巻末の編成表を参照のこと。先頭車は、車体長 16,150mm、全長は、新宿方先頭車が 16,390mm で、小田原方先頭車が 16,310mm、中間車は車体長 12,200mm、全長 12,600mm で、車体幅は 2,900mm である。車体は側板が厚さ 1.1mm の鋼体構成鋼板を、床板は厚さ 0.8mm ステンレスキーストンを、屋根板は厚さ 0.8mm のステンレス区形押し出し材を採用した。車体断面は下部を半径 2500mm の緩いカーブで絞り込み、側面上部を3度の傾斜角で内傾させた形状とした。展望室を除く客室と通路は、LUS車よりも 410mm 高くし、レール面から 1510mm の高さとした。先頭部の形状は運転室を2階に上げ、最前部まで客室とした前面展望構造の流線型という点は、ANSE車やLUS車と同様であるが、2階の運転室を前方に移動させ、運転室と展望室の傾斜を一体化させた。また、前面展望室窓の傾斜角を留守車の48度から37度に、運転室の前面傾斜角も留守車の45度から50度に、それぞれ変更し、スピード感を持たせると同時に運転視野の拡大を図った。前面展望室窓の高さも、留守車より 50mm 拡大した 900mm とした。愛称表示器は、留守車では前面に設置していたが、HiSE車では、側面の出入り工場部脇に配置した。尾灯、標識灯、車側灯には発光ダイオードを採用した。側面客用扉は、各車両とも1箇所で、留守車と同様 700mm 幅の自動開閉式折り戸が採用された。前述のように高床式としたため、中間車の客用扉内部には高さ 180mm の階段を2段設けている。先頭車は展望席と同レベルのため、扉部分には階段はない。1999年7月までは、特急に乗車する際には、乗車口を限定した上で、ホームで特急券を確認する乗車改札を行っていたため、半自動扱いも可能な回路となっている。1989年の増備車では、先頭車の客用扉の幅を 750mm に拡幅した。側面窓の配置は、留守車よりも高さを 100mm 拡大した幅 1600mm、高さ 900mm の固定窓を、窓柱の幅を 340mm として配置した。1.4、8.11 号車以外の車端部の窓については幅を 765mm とした。窓柱にもブロンズ焼き付け塗装ガラスを取り付けて、連続窓風の外観とした。1.11 号車の連結面側車端部には 500mm 幅の乗務員扉を配置した。車両間の間通路は 1100mm 幅の広幅となっているが、通路は下部が絞り込まれた形状となっており、床面での貫通道幅は 800mm となっている。留守車と同様、先頭車と隣接する車両間を除く間通路に自動扉を設けた。連結面間のホローは、留守車と同様に内ホロと外ホロの二重構造とし、外ホロについては、ウレタンフォームを芯としたテトロンターポリ製、内ホロはナイロンターポリン製で、いずれもファスナーで結合させる方式として、切り離しの容易化を図っている。塗装デザインは、パールホワイトをベースとし、ロイヤルケープレットの濃淡2色を直線的なデザインで配し、流れるようなスピード感と若々しさを表現することを狙った。喫茶コーナー部分の窓がない4mほどの箇所では、白いラインを5本入れている。室内は、落ち着きのある楽しい雰囲気を狙い、ハイデッカー構造を演出できるデザインと暖色系の配色とした。座席は、留守車ではリクライニングシートを採用していたが、HiSE車ではリクライニングシートは採用せず、通常の回転クロスシートをシートピッチ 970mm で配置した。背ずりを留守車よりも 50mm 高くして、頭部の安定を図ったほか、背もたれや座布団の構成を見直したバケットタイプとした。留守車の座席をリクライニングさせた時の傾斜角と、HiSE車の座席における背もたれ傾斜角は同じである。座席の回転は、留守車と同様、スイッチ操作による一斉転換を可能とした。座席表地は江ノ島、葦の湖をイメージした青色系の色と、太陽をイメージした赤系統の色を採用しているが、編成両端の6両、1.2、3.9、10.11 号車と、中間5両、4.5、6.78 号車で配色を変更し、展望席では1席ずつ交互に配置した。この配色は日本車両製造で落成した編成 10111.100411 と、川崎重工業で落成した編成 10021.11.100611 で異なり、赤系統の色は日本車両製では編成両端6両に、川崎重工製では、編成中間5両に採用されている。また、展望席の座席の色も組み合わせが反転している。列車両端の展望室は、留守車同様に、定員14名とした。座席設置高さは 50mm ずつ段差を設けて、展望席特有の雰囲気を感じられるようにした。室内側壁はアイボリー系の布目柄、天井はベージュ系の網目柄の化粧板を使用した。床敷物は内装化粧板と同一系統の色を使用し、通路部分にはえんじ色のカーペットを敷いて豪華さを演出するともに歩きやすくした。ルッシャでは全面ガラス上部に日よけカーテンを設けていたが、HiSE社ではこれを廃止し、代わりに全面ガラスを二重にした熱線吸収ガラスとしている。1989年の増備車では座席表地が赤系統の色となっている車両は通路カーペットも青色系の色とした。壁面のテーブル下には栓抜きが設置されているほか、1989年の増備車では座席背面に格納式のテーブルが新設された。3号車の小田原本社端部と9号車の新宿本社端部には喫茶コーナーを設置した。喫茶コーナーは客室及び出入台、デッキと扉で仕切り、排水は床下に配置された雑排水タンクに貯留する方式とた。また、HiSE社では注文から提供までの迅速化を図り、オーダーエントリーシステムを導入した。これは、喫茶コーナーに設置したオペレーションマシンと各車両を伝送線で接続し、各車両で販売員が注文を受ける際には、ハンディ機器に入力し、各車両の客室端部にあるカードリーダーに装着することで、喫茶コーナーに注文内容が送られると同時に、伝票処理も行うことが出るもので、小田急の特急車両では初めての導入である。また、小田急では初めて喫茶コーナーにコーヒーマシンを設置した。4号車の小田原本社端部と8号車の新宿本社端部には、ルッシャと同様に貯留循環式の男女、共用和式トイレ、男子雇用トイレ、化粧室を配置した。1989年の増備車では、センサー式の自動水洗がトイレ内の手洗い機と洗面所に設けられた。車内でのラジオの難聴対策として、車外に設けた AM/FM ラジオアンテナで受信した上で増幅、車内のアンテナから放射する機構を導入したほか、テレホンカード式公衆電話を4号車に設置した。運転手が乗務する乗務員室、運転室は、HiSE社、ルッシャと同様の2階に上げた構造で、運転室への入り口は右側、助手席側背後下にあるのもルッシャと同様である。また、運転席パネル類や、主観制御機とブレーキ設定機を一体とした、ワンハンドルマスコンとした点もルッシャと同様であるが、空気圧力計を電気式アナログ表示に変更した、ほか、一部表示器の向きを変更した。また、ワイパーは、ウィンドウウォッシャー付きの電動式に変更した。空気圧力計とワイパーの電動化により、運転室への空気配管は廃止された。車掌が乗務する乗務員室、車掌室は先頭車の連結面寄りに設けられているが、ルッシャよりレール方向の長さを 50mm 長くしたほか、外部出入口、乗務員扉の高さは客用扉より 180mm 高い位置した。主電動機については、ルッシャと同様、出力 140kW の直流直巻電動機を採用し、各電動台車に2台ずつ装加した。東洋電機製造の TDK-8420A 型、三菱電機の MB-3262A 型を併用しており、いずれも平坦線近高速度時速 145km という高速性能と箱根登山鉄道線内の40パーミル勾配を走行可能な途半性能という2つの条件を満たす主電動機である。制御装置はルッシャと同型の東芝の発電、そもそも即制動不電動カム軸式抵抗制御装置である MM-39A 型を採用し 1.5-7.11 号車に搭載した。SE 社、HiSE社、ルッシャに引き続き東芝製の採用である。この制御機は1台で4つの電動機の制御を行い、1C4M、主回路接続は4つの電動機をすべて直列に接続する方式 A94S で、並列運転時には4組をすべて並列させる4並列回路制御、直列運転時には1台の制御機で8つの電動機を直列に接続した2直列回路制御となる。駆動装置は、ルス社に引き続き TD 平行、カルダン駆動方式、中実地くたわみ以下継ぎ手方式で、波数比も80、19イコール 4.21 とルス社と同様であるが、歯車箱を垂直吊りに変更している。制動装置、ブレーキについては、ルス社と同様、電気指令式電磁直通制動の MBS、D 型とした。台車は、連接電動台車が FS533A、先頭電動台車が FS533 倍と、連接付随台車が FS033 で、いずれも小田急においては2600系以来実績のある、住友金属工業製のアルストムリンク式空気バネ台車で、ルス社が軸バネに襟5バネを採用したのに対して、HiSE社では通常のコイルバネに変更されているほか、基礎ブレーキ装置は電動台車、付随台車ともシングル式、片押し式となっている。いずれの台車も車輪径は 860mm である。終電装置、パンタグラフは下枠交差型の PT-4823AM を採用。2.5 号車の屋根上小田原型車端部と 7.10 号車の屋根上新宿型車端部に設置した。冷房装置については、車体構造の高床化に伴い屋根上搭載は、車両上技上不可能となったことから、16,000kcal H の能力を有する三菱電機製 CU-31 型を、各車両の床下に1両あたり2台搭載したほか、列車両端の展望室には 4,500kcal H の能力を有する三菱電機製 CU-23 型を1台搭載した。冷房装置を床下への搭載としたことにより、車両の重心は、ルス車と同等かそれ以下となっている。補助電源装置は、出力149馬の静止系インバータを 3.69 号車に搭載した。電動空気圧縮機については低騒音型の C-2000L を 2.60 号車に搭載した。SE 社、ANSE 社、ルス社に続いて電子警報器、補助警報音を発する装置も設置された。第1編成となる10111は、1987年12月23日の箱根7号から運用を開始、1988年1月1日の初詣号にも運用されたが、この時に、HiSE社が運用された新宿3時発、初詣3号では、深夜であるにもかかわらず、走る、喫茶室の営業が行われた。第2編成の12111も1988年1月14日より、運用を開始した。ルス社は登場当初より、ANSE社と共通運用が組まれ、朝霧以外のすべての列車に運用されていたが、HiSE社は登場後しばらくは、箱根の一部の列車に限定運用されていた。HiSE社の導入に伴い、特急車両の運用に余裕が生じたため、1988年3月からは、特急の増発も行われた。HiSE社は1989年にさらに2編成が増備され、同年7月15日からは、朝霧以外は全列車が11両連接の特急車両で運用されるようになった。1999年に客室内への空気清浄機の設置とトイレの処理方式の変更、循環式から真空式に変更という設備改良工事が実施された。2001年4月から2002年3月まで日本におけるイタリア2001を記念して14111の編成が各車両にイタリアの国旗をイメージした緑、白、赤の3色のストライプ帯を追加し、正面と側面には日本におけるイタリア2001のステッカーを重複して運用された。登場当初こそ、HiSE社は小田急のシンボルとして位置づけられていたが、その後SE社やHiSE社が登場した後は、イメージリーダーの車両としては扱われなかった。ところが、箱根特急の2003年の直通利用者数は300万人程度で、1987年の550万人という数値と比較すると 45% も落ち込んだ。1997年以降にイメージリーダーとして宣伝に起用されていたHiSEには、小田急ロマンスカーのイメージとされた展望席が存在しなかったことも、その理由の一つとして挙げられた。こうした背景から、登場してから15年を経過した2002年から、再びHiSE社が小田急ロマンスカーのイメージリーダーとして起用された。その反面、2000年に交通バリアフリー法が制定され、大規模な更新の際には、バリアフリー化が義務付けられていたが、HiSE社の更新にあたって、高い床構造であることが問題となった。このため、HiSE社の更新は行われない方針となり、2005年にファシア社の投入により、余剰となった2編成、102111.1006111は2005年8月12日付で廃車となった。2008年には3号車に自動対外式除細動機が設置された。2010年1月中旬より、HiSE社の部品の一部に不具合が見つかったため、全面的に運用から離脱し、点検を行った。HiSE社は、同年3月1日から営業運行に復帰している。そして、2011年6月16日限りで104111の編成は、運用離脱し廃車となり、同年7月8日までに解体のため、大野工場から搬された。また、残る101111の編成についても2012年3月17日のダイヤ改正をもって運用を終了することになった。小田急電鉄では公式サイト上に5000系通勤車、HiSE社、SU社の運行終了年特設サイトを開設しており、SU社と共に運行ダイヤが公開されていた外部リンク参照ほか、2012年2月1日から3月16日の運用最終日まで車体にラストランステッカーが掲出されていた。定期運用最終日となる2012年3月16日には、HiSE社では最後の新宿駅発列車となる15時40分発。箱根35号の出発式が行われ、箱根湯本17時31分発、箱根36号の新宿到着後には起式が行われた。この運用をもって、HiSE社はすべての運用を終了した。前述のように、ファシア社への置き換えで廃車となった2編成は、2005年8月12日付で、長野電鉄に譲渡された。愛知県豊川市の日本車両製造、豊川製作所で4両編成に改修された2編成は、同社線軽電車として2006年12月9日より、長野線長野駅湯田中駅間の A 特急、湯煙にて運転を開始した。これにより A 特急に運用されていた2000系を置き換えた。小田急電鉄の車両が他社に譲渡されるのは21年ぶりのことで、特急系車両としては2300系 SE 車に続く譲渡例で、譲渡後も優等列車に充当されるものとしては後者に続き2例目となった。長野電鉄に譲渡された車両についても、臨時に検査を行うため2010年1月中旬から全ての運用を中止していたが、安全が確認されたとして同年1月26日より運転を再開した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。